あら、かわいい。あら、本当にかわいいのね。俺も臭いから大丈夫だよ、おいでおいでー。キャワワワワワワ。これはキャワいい。スカンクって見たことない。少し酷だが、匂いを出すとこさえちっちゃいば牧場のキャワワライフだよな。あれ？予想外、キャワワ。いやん、かわいい。クテーン感がかわいい。やだ、かわいい。アライグマラスカルのスターリングがいっぱい買ってて、羨ましかったなぁ。要は怖がらせなければ臭くないんだよな。ひらめいた。はわわわわわ、臭くない、臭くない。手術で匂いはなんとかなるらしいね。一応ペット経路で販売されるスカンクは、フェレット同様に臭腺除去手術をしてるけど、それでもやっぱり匂いは残るよ。ただ匂い通り越して化学兵器な毒ガス攻撃はできないから、買おうと思えば買える程度。キャンキャは？匂いじゃなくて、その可愛らしい仕草で気絶しそうになったわ。確かペットのスカンクはおならをしないような処置がされてるとか。それにしてもキャワワは。スカンクのヘを嗅いだ赤ちゃんグマ。ばあ、はあ、って顔してる。目が充血してる。赤ちゃんクマ、なんじゃこやあ、なんじゃこやあ。人間と同じ表情や。このクマ眉毛あるで。ナイススメル。表情豊かすぎる。フレイメン反応じゃね。わい、臭いから風呂入るで、いっぬ、いやいやいやー。諦めろ。川山。嫌がり犬。臭い犬。やめたれ。川よ。グー川。なんでいっぬってどいつもこいつも風呂嫌いなんやろ考える。全身濡れるのが嫌、シャンプーで変な匂いがつくのが嫌。野生のチンチラ、たくましい。仙人感。とても野生とは思えなくて草。グデグデで川よ。こんな見られやすいところで寝るとか警戒心なさすぎやろ。こういうの見るとディズニーアニメの表現って嘘ではないんだなって思う。はい、溢れ出る仙人感。かわよ、ヒゲ長い。ビスカッチャって食べ物みたいな名前。ビスカッチャかわいい。また一つ好きな動物が増えた。逆立ちスカンク。すげえ。なんかこいつの模様おしゃれやな。私の知ってるスカンクとちょっと違う。そもそもスカンクあんま知らん。あら、さっさ。盆踊りやんけ。お上手ですね。コロナもそろそろ解禁やろ。警察官によって一命を取り留めたスカンク。助けてもらったお返しがひどい。お礼のおなら攻撃。スカンクのおならがやべえって知識はあっても実際に出会うことがないからいまいちわからん。このスカンク何に困ってんの？ヨーグルトのカップをかぶって外れなくなったらしい。なるへそ。うちの猫もよくやるわ。なんじゃこの幸せ映像は。かわよ。かわゆすぎる。スカンクって顔はかわいいよな。スカンク親子ご出勤。カルガモみてぇだな。かわいい。民家にこんなうろうろしてんだな。野良猫みたいな感覚なんだろうか。クマ相手に勝つスカンクパイセンマジかっけーっす。どんぐらい臭いんやろうか。カメムシぐらいしか経験なくてわからない。カメムシとどっちが臭いんや。やっぱり犬はバカだにゃん。犬かすザコ。遊びたかったんかな。相手が悪かったよね。スカンクベビーのご対面。スカンクの着ぐるみ売ってるんか。海外じゃメジャーな動物なんやな。海外のアニメとか見てると高頻度で出てくるもんね。襲いかかった鳥に空へと連れ去られるイタチさん。襲いかかった鳥に海へと連れ去られるイタチさん。無謀な戦いを挑むイタチさん。イタチさん、アホすぎわろた。ちっちゃな。くっそかわいい。凶暴性がすごいわ。お前らみたいだな。腹の中で窒息しそうだが、アオサギも死ぬんじゃね。砂肝で削りつぶされるだろ。おこじょとかいうかわいすぎる生き物。川よ。川山。いやいや、首に血ついてるじゃん。獲物食い殺した後じゃん。そや肉食だからな。イタチは基本、凶暴。甲子園にイタチ。わろた。かわいい。校庭に入ってきた犬状態。結構長く滞在したな。カープベンチに逃げようとしたけど阻止されてパニックになってた。どっから来たんや。猫犬はわからんでもないが。カープの試合動物乱入多すぎやろ。前回のハマスタでも乱入してたし。甲子園の魔物。躍動感ありすぎ。同調なのに速そう。走る姿美しい。これはおこじょさん。カメラマン席に逃げたけどどうなったかな。
神戸はイタチどころかイノシシが出るんだよな。山が近いもんな。トイプードルとして売られていた犬がフェレットだった。鼻の形が犬じゃないだろ。アルゼンチン人って犬を見たことないの？かわいいな。何このふっさなフェレット、これはこれで欲しいわ。わんじゃこやー。非常にフリーダムに生きてるフェレットだけど、こいつらちゃんと飼い主認識するし、声で怒られたこともわかってる。意外と頭いいんじゃないかと思う。世界最強の生物ラーテルのスペックがあまりにも凄まじすぎて笑った。体長70センチ前後、体重10キロ前後とイタチ科としてはかなりのビッグサイズ。頭頂部から背面にかけて覆う装甲は柔軟ながらも堅牢で、これこそがラーテル最大の強みである。ライオンやゾウをも葬るコブラ科の毒をもろに食らっても数十分の間行動不能に陥るだけ。驚異の毒耐性、数ある動物の中で最も勇敢。自分の何十倍という体重のある大型肉食獣にも一歩も引かない。強すぎる。勝てるやつおるんか。カジキやないの？シャチにどうやって勝つんだよ。カバやぞ。やる気になればライオンは勝てる。アリクイのが強い。フェレットも中身細いんだな。ニョロニョロ。なわいい。フェレットプラストイレットペーパーの新イコール小さいアルパカ、出会ってる？昔飼ってた時におもちゃのトンネルは買い与えたけど。トイレットペーパーの芯は盲点だったな。やっときゃよかった。猫カス、イタチと寝るの気持ちよすぎー。フェレットやん。タチ？そういえば今日は猫歩きだったな。フェレットとイタチとオコジュの違いがわからん。フェレットってガチで臭いよ。フェレット臭いけど慣れたらいい匂いやぞ。いやーきついっす。フェレットイタチ、って犬赤なんだな。現実プレイかな？新宿駅にこんな生き物が紛れ込んでしまう。アナグマやろ。美味しそう。ハクビシンって駅。あれってハクビシン？タヌキなのん。埼玉から来たんかな？最強線乗ってきたんか。かわいい。アメリカ人写真家、謎の動物に襲われめちゃくちゃにされてしまう。こんな動物見たことない。ミーアキャットかわよ。遠くを見たいもんな。こいつら警戒心なさすぎだろ。ワイなら全員食ってるで。警戒するためにより高い頭の上に登って立ってるんやで。幸せそう。人間が最短で絶滅させた動物。ステラー海軍発見から27年で全て狩り尽くす。さすが我ら人類。さぞ微妙やったんやろな。網にかかった仲間を助けに寄ってきたんやろ。鬼畜の所業ですわ。ステラー海軍には仲間が殺されるとそれを助けようとするように集まってくる習性があった。特にメスが傷つけられたり殺されたりするとオスが何頭も寄ってきて取り囲み、突き刺さった森や絡みついたロープを外そうとした。そのような習性も、ハンターたちに利用されることになった。インニャ、お、カップルが道端でキスしとるやんけ。ちびょう。俺も混ぜてよ。むしろよう。ようのもの、はい、ちょっと通りますよう。むほほ。ちーにゃーさん。強い。手繋いでるカップル分断して歩く駅離定期。買い物袋二人で持ってるバカどもがいた時はこれやりたくなった。ボールコロコロ。からの破壊。ラーテルって顔の作りは可愛いのに表情が怖いんだよな。クマムシみたいなやつやな。理論上最強。まあ俺はラーテルに勝てる自信あるけどな。勇猛果敢で毒に少し耐性があって皮膚が硬いってさほどすごくないけん。闘争本能が飛び抜けているだけという根性論。こいつ有毒の生物食べてもすでキクキクしてるうちに耐性できてセーフやからな。割とバケモンやぞ。ただのバーサーカー。一歩も引かない。勝てるとは言ってない。ラーテルは大半の生物には負けない。ライオンですら攻撃が通らんレベル。ただし防御特化なので殺せる相手は少ない。防御ばっかで攻撃に数値振ってないやん。うちのイタチの寝相。かわいい。セクシーだ。かわいい。シュッシュ。一応女の子だ。グーカは？モッフモフでかわいいのだよ。臭ないの。月一シャンプーしても3日後には香ばしい匂いになっとる。だがそれがたまらん。お腹に顔を詰めてくんかくんかする。可愛い。食べちゃいたい。食べるとは言ってない。目が覚めたら彼氏ずらしているイタチが横にいた。絆なのだ。思ったより彼氏っぽかった。彼氏ずらとは？こいつら背中に潜り込んでバリバリ引っかいてくるからな。こっちがうとうとしてることを察知してくる。可愛いやん。おこじょなんだよな。可愛い。めちゃくちゃイケメンすぎて可愛いです。素敵な彼氏さんです。ブランケットの上で必ず寝るみたいなので、試しに折っておいてたらびっしり詰まって寝てて腹もげそう。むぐー顔をうずめたい。
ちょっと待って、何か違うのが紛れてる。猫が混じってませんかね。気のせいですかね。勘はええ。一匹違うの混ざってるのがまた。フェレット以外もいる気がするんだけど幻覚かな。ゴシゴシ。アインシュタイン超える天才現れる。お腹が。何これかわいい。そこまでして寝たいのか。自分はフェレットだと思ってる猫が体の大きさに気づいてない瞬間。かわいすぎるだろこれ。これはショック。かわいすぎた。猫用のチューブも買ってあげてー。かわい好きだにゃーん。大人気。なごむ。チワワ。なんで動物って、アホの子ほどかわいいのだろう。大きいチューブも持ってるみたいだけどフェレットちゃんたちが入らないみたいだよ。こうして生き物は進化していくのである。フェレット、液体だった。うなぎかな？ところてんみたいにニョルンって出てくるんやな。ニョロニョロすぎてフフってなった。溶け出した。フェレットってニョロニョロした生き物なんですね。これは歯磨き粉。ところてんみたい。めっちゃくちゃかわいい。くだぎつね。パソコンが固まってる時ふとフェレット見たらケージに鼻引っ掛けてブサイク顔決めてたからめちゃくちゃ笑った。多分鼻置いてて眠くなっちゃったんですね。最高にかわいい。タイツかぶって引っ張った時みたいな顔になってますね。ブス。でも、かわいい。コウモリみてえな顔だな。くそ。仕事中なのにじわじわ来てあかん。ぶちゃかわですな。顔芸人の素質があるフェレット。鼻痛くないのかな。完全にストッキング顔。戻ってきたらとんでもなく可愛い替え玉入ってた。綺麗に入ってるね。すっぽり。箱ごとください。替え玉欲しい。ちょうどいい大きさ。まさに食べちゃいたい可愛さですね。手はいい。うまい具合にはまってる。可愛すぎてお中元に欲しいと思ってしまった。猫さん、無敵だった。すげえ。すご。猫、リフレク。無双モード。強そう。ホーリー猫。これは近寄れない。多分、ビームコーティングされてる。AT フィールド。この猫バリア使いだったのか。ともぐい猫さん、現る。やばいやろ。こういう妖怪いなかった？パズルみたい。カプリンチョ。一瞬脳がバグった。ラブラブニャ。こういうやつ好き。癒されるなぁ。押し入れに猫のための秘密基地を作ってみた。絶対楽しいやん。すご。かわよ。なんでモニターある？タブレット壊れそう。かわいいな、俺も真似しよう。横の猫に、お前いい加減にせえよ。って怒られててくさ。毎月5万円お渡しするのでここに住まわせてください。フリーダムでかわいい、この押し入れに一緒に入りたい。ダメだ、かわいすぎる。